みんな、スノーっていうアプリ知ってる？今日は私たちがスノーのアプリで可愛いお顔に変身できちゃうか実験してみるよ。お顔がキラキラになったり、猫ちゃんやウサギちゃんになれたりするんだよね。楽しみだな。まずは私から。スノーのアプリが私たちお人形にもちゃんとお顔を認識するか確認してみるよ。それ、どんな風に変化するかを選んでウサギさんにしてみよう。あ、お、ちょっとだけ変化したよ。わかるかな。一瞬だけウサギさんになるね。他はどうかな。ネズミさんも一瞬だけネズミさんになるよ。ずっとはならないみたいだね。あ、クマちゃんにも一瞬だけなる。なんでずっとならないんだろう。不思議。ちゃんと変化するものと変化しないものがあるみたいだね。縦にしたらいいのかな。縦にしても変わらないみたい。あ、ネズミさんになった。かわいい。この瞬間を写真で収められるかな？写真では収められない。次はキュワイトワールのお顔を認識するかやってみるよ。キュワイトワールのお顔は、あ、認識できない。あ、認識した。ネズミさんになった。なった。なかなかこの瞬間が捉えられないな。でも可愛いネズミさんに変身したね。みんな見えたかな？よーし、他もなるかちょっとやってみるよ。ウサちゃんは、お、なったなった。今キュアエールもなった気がする。一瞬だけ変化するね。お、これも変化したかな？お、なったなった。かわいい。うんちになった。
ちゃんとお人形でも人間のお顔と同じように認識されるんだね。これはならないみたい。いろいろ試すの楽しい。最後はキュアンジュで試してみるよ。キュアンジュはどんな風に変化するかな。これはどうかな。あ、なったなった。わ、キュアンジュが一番しっかり変身するかも、お顔が。これはウサギさん？あ、かわいい。あ、でも写真には捉えられなかった。ウサギさんのキュアンジュ、ちょっと写真で撮りたいな。あ、撮れた撮れた。やったー、かわいい。よし、保存と。キュアンジュはちゃんと認識しそうだよね。ちょっといろいろなものでやってみようと。お、これもなんか変化してるな。うわー、今キュアンジュが変なお顔になった。これは？あ、さっきやったね。このネズミさんもかわいい。あ、これも取っちゃおう。保存と。このキュアンジュすごいかわいいね。うん、似合ってる。変なお顔もさせちゃおうかな。うんちももちろんなるね。あとは、変なお顔は。あ、へんてこに変身したね、今。砂が吹いてきて、キュアンジュが、わあ、髪の毛が金色で、しかも砂に吹かれてるね。面白い。あ、キュアンジュが変。メガネとなんかヒゲが生えてる。今度は3人とも写してみちゃうよ。3人で可愛く変身できたらいいよね。3人同時だとちょっとならなそうかな。やっぱりキュアンジュはすごい、ちゃんと認識する。これも取っちゃおう。でも3人同時は、なかなか難しいみたい。みんなもぜひぜひスノーのアプリでプリキュアたちの人形を写してみてね。こんな風にプリキュアたちのかわいいお顔撮れちゃうよ。じゃあね、バイバーイ。遊ぶームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押して、アソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しい遊ぶームをぜひ見てね。これからも遊ぶームをよろしくね。